ウェザーニューズウェザーニューズのサポーター参加型企画ウェザーニューズのサポーター参加型企画とは株式会社ウェザーニューズの提供するコンテンツサービスにウェザーニュース会員が参加し天気予報などの改善に役立てていく企画のこと2000ポイントで贈呈される持ち運び可能な観測期2005年11月1日からサービス開始有料のウェザーニュース会員は 申し込むことで、ウェザーリポーターになる権利を有する。リポーター申し込み者は31万人を数える。ウェザーリポーターは、現在の天気や雲の様子、自然現象、気温、湿度、気圧などの、見たままを、ウェザーニューズ社の携帯サイト、または、アンドロイド iPhoneiPod タッチ用天気予報アプリ、ウェザーニュースタッチから投稿できる。写真、 または動画を添付することも可能。投稿は原則として1人1日3通までとなっているが、異常気象時には、時間や地域を区切って、投稿数の制限を解除し、リポーターからの情報を蓄次送信できる、よう対応する場合もあり、その際には24時間制放送、ソリブ24の放送中に、では3通制限を解除していますの告知が随時、なされる。 閲覧は携帯サイト、PC サイトともに可能で、現在は、同社のインターネットサイト用動画コンテンツ、ウェザーニューズアップデートや、ソリブ24、各地の CATV などの動画番組、テレビ、神奈川や、テレビ朝日などの地上波民間放送局のニュース、情報番組、データ放送でも投稿した内容が採用されることがある。 投稿回数等に応じ下記の特典が用意されている。2005年の雨プロジェクト終了まで、梅雨時期などに断続的に行っていた、レポート募集を、同年11月1日より毎日募集の常時、実施企画へと移行。2009年現在、全国で天候に、障害のない日で、1日平均3000通のリポートが投稿されており、 2009年1年間に寄せられたレポートは92万5000通。2010年1月31日には累計レポート数が200万通に達した。また、平成21年台風第18号が日本列島を縦断した2009年10月7日8日には2日間で2万4400通のリポートが寄せられ、ウェザーニューズでは現地からの実況中継を希望する。 ウェザーレポーター約1000人に放送機材などを提供したほか、両日は控え員からも特設電話でリポートを受付し、約200本の電話が寄せられた。また、2010年4月27日より、ウェザーリポートの制度がリニューアルし、以前は仲間のリポートへは、追記共感の機能しかなかったが、リニューアル後は、お気に入り機能が追加される。また、 お互いにお気に入り登録したリポーター同士が質問できるようになる機能も追加されるなど仲間とのコミュニケーションがさらに取れるようになった。なお、この制度はリニューアル後にウェザーリポーターへのアンケート調査を実施し、要望が多かった部分の再変更を2010年5月11日に実施している。2010年8月10日頃から26日にかけて、 携帯電話事業者のフィルタリング規制サービスにより、一時的に一部の携帯電話において、ウェザーリポートが閲覧、投稿できなくなる事態が発生した。2010年9月30日から、グローバルリポートのカテゴリーを新設し、海外からのウェザーリポートも投稿できるようになった。ただし、海外からの画像投稿は高額の通信料金が課せられる恐れがあるため、ウェザーニューズでは、 海外パケット定額制度利用を推奨している。2010年11月1日にウェザーニュースの PC サイトでウェザーリポート CH を開設し、全国各地からのウェザーリポートを閲覧できるようになった。また、ウェザーニュースのトップページがこれまでの天気予報 CH からウェザーリポート CH に変更になった。 2012年7月29日には、ウェザーリポートの送信が無料化された。これは、2011年3月11日に起きた、東北地方太平洋沖地震を踏まえての実施である。また、1日3通までの3通制限が廃止された。これに伴い、同社の、ウェザーニュースタッチもバージョンアップした。2014年、 ウェザーリポートのサービス開始9周年となった11月1日には、日本記念日協会より、ウェザーリポーターの人の認定を受ける。記念日登録証授与式の模様は、ソリブ24内で配信、放送され、YouTube ライブ、ニコニコ生放送にても同時性中継された。2015年下も半期より、自社のデータベース処理に、ノーズキールを採用した。有料会員は、 スパロー、スワロー、カイト、ファルコン、イーグル、空読みマスター・フェニックスとなる。また、5000ポイントで回避が無料になる、ゴールド会員も廃止された。ただし、ゴールド会員を引き続き利用することは可能である。ゴールド会員の無料特典を終了し、有料会員登録をすると空読みマスター・フェニックスになるとともに、今までの情報を引き継ぐことが可能である。 ウェザーニューズによる同様のサービスは海外でも行われており韓国では韓国国内からの気象状況が韓国の携帯電話最大手の SK テレコムとともに展開するリアルタイム自動翻訳システムを介した携帯電話向け掲示板、サイト、空ともに投稿されるまた中国でも中国国内からの気象状況が 中国の最大手携帯電話事業者のチャイナモバイルが運営する携帯ポータルサービスモンターネットを通じてウェザーニューズの中国サイトに投稿されるこれらのサイトに投稿されたウェザーリポートの一部はソリブ24で放送されているソリブアジアでも紹介される場合があるソラトモパーティーは2008年から2013年まで年1回開催株主総会と その二イベントに対して、こちらは、ウェザーリポート投稿者や、携帯サイト加入者などの、いわゆる同社サポーターに向けて実施されている、無料参加のイベント。当初は、同社が、韓国の携帯電話最大手の SK テレコムとともに、展開する、リアルタイム自動翻訳システムを介した、携帯電話向け掲示板、サイト、空友の名を冠しており、韓国の気象や、 文化も紹介する思考となっていた。ソリブサタデーが事実上終了後に変わる形で開催されたのが2013年から2014年夏にかけて冬を除く春、梅雨、夏、秋に各季節前開催されたパーティーであった。パーティーへは空歌ネットスポンサーなった人がチケット購入ができ、ネットからでもネットスポンサーであればチャットで パーティーに参加することができた。3月22日に発売ドアーズで開催。6月15日に前年までのソリブサタデーと同じ、東京都港区芝にある、日本生命赤羽橋ビル1階、ウェザーニューズ本社、当時のシーポート1号店で開催。8月14日、由比ガ浜音玉で開催。10月19日に、船橋港に停泊している、元南極観測船。 知らせで開催。4月4日に、昨年の春パーティーに続き、初代ドアーズで開催。6月1日に、観客遠いオバズインターネット限定でパーティーを開催。8月15日に新規バファーストリングで開催。ありがとうございます。